認知症予防チャンネルのよしやすです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日ですね、運動習慣のもたらす効果についてお話ししていきたいと思います。運動はですね、非常に脳にとてもいいものとなっております。生活習慣の予防とか、早期治療に加えまして、認知症機能の低下予防で重要視されているのが運動になってきております。まずですね、睡眠が改善される、感情が安定化される、脳内物質が調整される、ストレスホルモンが下がるなどの効果があります。特にですね、有酸素運動の実施と、アルツハイマー病の予防と、関係ですね、複数の研究が示されております。身体活動量の多い群と、低い群に対しての研究が行われまして、認知症発症の相対危険度は0.72ですね。アルツハイマー病に限ると0.55となりまして、活動量の多い方が優位に、こういった病気ですね、認知症の発症が低くなるということが示されております。久山町研究というのがあるんですけども、検診を受診した認知症のない65歳以上の高齢者を17年間追跡したところ、週1回以上の運動習慣がある人は、そういった運動の習慣がない人に比べまして、アルツハイマー病発症のハザードが0.6となりまして、優位に運動した方がリスクが下がるという結果が出ております。運動習慣がある人では脳内のアミロイド β の集積量が少ないことが報告されておりまして、アミロイド β、タンパク質ですね、こういったものの沈着を促す、アポ E4 キャリアの患者でも同様の傾向が認められております。その他ですね、運動により血流量が増加すると脳代謝が促されることや、有酸素運動により血中の脳由来神経栄養因子である BDNF というものがあるんですけども、この数値が上昇しまして、それにより海馬の容積の増大と記憶機能が改善するということが、確かめられております。そしてですね、フィンランドで行われた認知症予防の、フィンガー研究というものがありまして、食事や運動などといった、生活習慣および血管のリスクモニタリングなどの多面的な介入によりまして、認知機能、遂行機能、処理速度が優位に改善維持できることが示されております。フィンガー研究とはですね、認知症予防に効果があるとされる、食事療法であったり運動の療法、そういったものを全て組み合わせて行っていく研究になります。ではですね、どのぐらい運動すればいいのかといったところなんですけども、これはですね、ものすごく運動しなければいけないっていうほどでもない状態になりまして、週にですね、2時間以上すれば良いとのことです。1回で2時間やるのではなくて、1週間、数十分、15分、20分。これを出して、1週間で2時間以上の計算になれば問題ありません。まず、筋トレとかですね、全力疾走は無酸素運動に当たりまして、こちらはですね、疲労を回復させる成長ホルモンというものを分泌させてくれます。そしてですね、ウォーキング、エアロビクス、ランニングといったですね、有酸素運動、こちらの方で脳を成長させる BDNF が増えていくということになります。さらにですね、運動しながら頭を使うデュアルタスクトレーニングがおすすめになります。ちなみにですね、私の場合は、早歩きをしながら置いてある車とかですね、通りすがる車、バイクのナンバープレートの数を足していくということをやっております。
早いものですと、もうパッと見た瞬間に足し算の数字が出てくる感じになりますね。調子がいいときはすぐに数字が出てきます。こういったものをですね、うまく生活の中に取り込んでいくようにしていってください。例えばですね、いつも降りている駅を一駅手前で降りてちょっと歩いてみようとか、エスカレーターとかですね、使わずに階段を使って会社に通勤したりとかですね、そういったことをしていったりしてください。それでですね、運動で得られるすごいメリットにつきまして挙げていきます。まずはダイエット効果ですね。脂肪燃焼、基礎代謝アップ、次に生活習慣病の予防、糖尿病や高血圧、脂質代謝異常、がんなど、こういったものの予防になってきます。次ですね、寿命が延びる。1日20分の運動で、約1年半ほどの寿命が延びるという研究報告もございます。次にですね、健康寿命が延びる。転倒予防であったり骨粗しょう症の予防、骨折の予防、柔軟性のアップが促されていきます。次にですね、脳の活性化、集中力が上がったり記憶力がアップしたり発想力が上がる、そしてワーキングメモリーの改善などが言われております。あとは睡眠の改善効果ですね。疲労回復効果、これはアクティブレスト効果と言われまして、疲れた後により運動する方がより回復が進むと言われております。例えばですね、一仕事を終えて夕方ぐらいに、私の場合はちょっとした運動をですね、するわけなんですけども、その後がですね、すごいもう一度集中力の高い効率のいい仕事ができるようになります。次にですね、感情の安定化、幸福物質といわれるドーパミンやセロトニンといったものが分泌されていきます。次にですね、メンタル疾患の予防、うつ病とかですね、こういったものの予防に効果的になります。あとはストレス発散ですね。次、考え方がポジティブになる、男性女性の魅力が高まるといったところになっていきます。運動習慣がない方はまずはですね、毎日15分ぐらいの運動から始めてみましょう。特にですね、早歩き、こういったものから始めてみれば誰でもできるかと思います。まずは15分、できれば朝、太陽の光を浴びて朝散歩をしていきましょう。ただですね、運動のしすぎは逆に健康を損ねてしまいますので、運動のしすぎには注意してください。そしてですね、完璧を求めず、何よりも楽しく行うことが何よりも運動習慣といったものをつけていくための秘訣になっていきます。あとですね、この運動に関しての掲載論文であったり関連サイトにつきましては、またですね、コメント欄に貼っておきますので、もしよろしければ参考にしてください。あとですね、おすすめの本がありまして、脳を鍛えるには運動しかないという本があります。結構いい内容になってまして、ちょっと細かい字になるんですけども、もしまだ読んでない方がいらっしゃれば、ぜひおすすめですので読んでおくようにしてください。そしてですね、食事を整え、しっかり運動習慣をつけて、認知症の予防に役立てていってください。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではさようなら。